S2015-1 S は、純惑星である負け負けを好転する、知られている中で、唯一の衛星である。発見チームからは、MK2 という愛称で呼ばれている。負け負けと S2015-1 の想像図推定アルベドを4%と、仮定すると直径は 175km、2%ならば 250km となり、 負け負けからは少なくとも2万1 0 0 0トル離れていると推定されている。光天周期は12日以上であるとされている。発見に至る観測は、ハップル宇宙望遠鏡の光子やカメラ3を用いて2015年4月に行われ、2016年4月26日にその存在が発表された。他のほとんどの大型太陽系外縁天体には、 少なくとも1個の衛星を持つことが知られており、エリスは1個、ハウメアには2個、冥王星には5個、2007OR10 には1個の衛星を持つ。太陽系外縁天体全体の10から20%が1個あるいは、それ以上の衛星を持つとされている。衛星は、主天体の質量を測定させやすくするため、S-2015-1 は、負け負けの質量のより精度の良い推定につながるだろう。 画像の予備調査では S2015-1 は木炭に似た反射率を示し明るさも負け負けの1300分の1しかない非常に暗い天体であることが示唆された。負け負けはカイパーベルトの中で2番目に明るい天体で知られていたためこれは驚くべきことであった。これを説明する一つの仮説として明るく揮発性の氷が遠くの太陽からの熱で 宇宙空間に失われてしまうのを防ぐほどの十分な重力を持っていないことが挙げられる。S-2015-1 の軌道を決定するには、さらなる観測が必要である。軌道が円形ならば、S-2015-1 は過去の巨大衝突によって形成された可能性があるが、楕円形であれば外部から捕獲された可能性がある。画像分析を担当したチームの責任者である。 サウスウエスト研究所のアレックス・パーカーは S-2015-1 の軌道は地球上からの観測では横向きになっていると述べている。これによって S-2015-1 は負け負けからの光に遮られてしまい、さらにその表面が暗いため検出するのは困難で過去の調査では観測することができなかったとされている。ありがとうございます。